あたりチャンネルレイディオ。どうもこんにちは、あたりです。あたりチャンネルレディオかっこかり、今週も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。このあたりチャンネルレディオかっこかり、僕がただただ喋りたいことを喋るだけの雑談情報番組。ゲーム実況の近況報告や日常の近況報告と合わせて不定期にお届けします。よろしくお願いします。はい、早速ですがお便りいただいております。マスクドエレナさん、女性の方。今年も残り半分となりました。頭痛やめまいの症状を訴えていると聞いてお見舞いの言葉を述べます。あたりさん、具合が悪い時は無理せず心と体を休ませてください。体の調子が悪いと様々な病気を発症しますよ。それではあたりさん、お大事に。ありがとうございます。うん、というわけで今年2019年も折り返しました。もう7月ですよ。もう残り半分かい。早いね。ついこの前2019年になったね。ついこの前令和が始まったみたいなこと言ってたけども、まあ、令和は言うてあとまだ2ヶ月前だからね、あれだけど、2ヶ月早いね。うん、でもう梅雨です。今週なんかもうずっと雨降るみたいな、もうずっと天気あるもんね。もう部屋に干してあるバスタオルが一周を放っている。でこの部屋干しってさ、臭いよね。臭い。でそのなんだろう、部屋干しってそのなんだっけ、この洗い残しの、すすぎ残しの洗剤とか、なんかその部屋の換気が、湿気がこもってこう匂いが出るみたいな話を聞いたことがあるんだけども、ね。じゃ次行こうか。うん、特に話が発展しなかったんで。うん、いや本当にこの季節は洗濯が大変。洗濯してもだって乾かないし、かといって服を着ないわけにもいかないしね。まさかまさか裸でね仕事行くなんてことはまあできないじゃないですか。誰が得するんだって話ですよ。ありがとうございます。何のありがとうございますか分かんないですけども、近況報告いきましょう。僕の近況報告です。7月の1日あ2日かな。以前僕のこのあたりチャンネルレイディオで、まあ、楽しみにしてるゲームがあるね言ってて、まあ、4月の1日にサービスが開始になりました。あのセガのワンダーグラビティピノと重力使いっていうゲームがね、7月1日、サービス終了。早かったね。いや、まだサービス終了してなくて、サービス終了が8月の末日かな、8月30とか31とか確かそんくらいだったと思うんだけども、まああと2ヶ月でまあ、サービス終了しますとお知らせが出まして、まあね、プレイしていた僕としてはだろうねっていう、だろうねっていうね、4月1日にさ、サービス開始して、で僕も始めて動画も1本か2本か3本か出したじゃないですか。正直ね、まあね、まあお察しだったんですよね。でまあサービス開始してからもちょいちょい不具合が出るとか、やっぱりこうなんかこうなんだろう、行き届いてねえなと。こうゲームをプレイする側の気持ちにね、こうゲームが追いついてないというか、行き届いてねえなっていう感じがすごく出てて、サービス開始して1ヶ月経ってもその状態だったから、これもうダメだなって思って、僕もそのぐらいの時期にもうプレイやめちゃったんですよね。で6月、先月かな、先月ぐらいになんかこう
ユーザーの復帰キャンペーンみたいなやつだから、ちょっとまあやってみるかっつって、ちょっとログインだけして、うん、で、まあ、どんな感じかなってちょこちょこやってみたんですけども、これはダメだなと、うん、でもカウントダウンだなっていうのはもう感じていたんですよ、うん、まあ時間の問題でしょうと思ったら、まあ今月サービス終了のお知らせと、うん、いうところでね、まあ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 、その僕がそのこのゲームをやり始めたきっかけっていうのが、このゲームのそのシナリオを書いているのが、まあ、スーパー戦隊や仮面ライダーでおなじみの小林靖子さんっていうところでね、まあメインストーリーだけは、まあ、ちょこちょこやってて、でサービス終了するまでに、まあちょっとなんかそのメインストーリーの更新もありますよみたいなお知らせも出てたから、まあまあ見届けて終わろうかなみたいな、うん、そういうところでございます、うん、まあね、難しいですよ正直。今からさ、そういう新しいゲームを配信してちゃんとサービスを続けようっていうのはもう難しいです、うん、正直もうスマホのアプリでゲームしてる人も減ってきてると思うし、減ってきてるというか、なんて言うんでしょう、もうやるゲームがもうみんな決まってると思うんだよね、うん、もうずっとこれやるわ、で新しいの始めてサービス開始して始めても、まあ、結局元のところに戻っていくっていうところで、うん、多分もう今からやり始めるってなったら相当頑張らないといけないし、やっぱ元からファンがいるコンテンツを利用しないとダメかなっていうところかな。それこそ先日配信された7つの滞在のさ、ゲームとかもさ、なんかあれ結構面白いらしいじゃない、僕やってないんだけども、うん。だからその元々ファンがいるコンテンツに乗っかった上でちゃんとしたゲームを作るっていうのがやっぱり今後のあれになっていくのかな、うん。いや本当に難しくてさ、ゲームを作る、でその中にはそのゲームとそのゲームを題材にしたアニメを同時に始めるっていうゲームなんかもあったりするんだけども、まあね、こけるパターンが多いっていう、うん、最近だってなんかあったような気がするんだよな。まあ「ウマ娘」はまあ置いといて、うん、「ウマ娘」はまあ置いといて、なんかあったような気がするんだけど、うん、まあでも今はね、うん、正直もう飽和です、飽和しているんで、うん、新規参入はなかなかね。でまあ今回のこのワンダーグラビティの件で、まあ、僕が思ったのは、うん、ちょっともう瀬川、うん、瀬川、うーんっていうところかな、うん、でこういう言い方もね良くないと思うんだけどもね、うん、でもセガが以前出したゲームで、僕プレイしたゲームでパシャモンってあるんですよ。知ってる？パシャモン、カメラでなんか物を撮影するんですよ。で撮影したものの形とか色とかをのデータ、写真のデータからね分析して、これは何だっていうのを分析するんです。その分析した結果がモンスターになって自分の仲間になってくれるっていうゲームを配信してて、これもうなんか、あ、画期的だな、すごいなと思って僕も初めてやってみたんですけども、まあね、行き届いてない、行き届いてないんですよ。もうなんて言うんでしょう、ざっくり言ってしまうと開発力がないのかなっていうところ。もちろんコンシューマー、据え置きなんかでは割とやっぱり面白いゲームをポン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 出してるから、それこそ龍が如くシリーズなんかはさ面白いじゃないですか。ジャッジアイズなんかも今年ね、今年じゃない、去年か、去年もうだいぶ人気になったじゃないですか。だからああいうゲームを作る力っていうのはまだ、なんて言うでしょう、マンパワーみたいなところはまあまだあるのかなと思うんだけども、うん、そのソーシャルゲームの方にはまだその注力できてない、うん、そんなね少人数で
開発力を注いでないゲームが流行るわけないんじゃないですかね。ねえ、まあそのパシャモンもやってたし、今回のワンダーグラビティもそうだし、ね、去年あれ今年か、あの龍が如くオンラインが配信されたじゃないですか。で僕もそれもちょっとやってたんですよ。まあこれもちょっとあんまりいまいちだなと思いながらね、もうやめちゃったんだけどもね。なんか龍が如くのシリーズだから続けてるって方も多いと思うんですよね。ね、まあね、なんかなっていう吹っ切れない部分があったりなんかしちゃったりしてます。はい、というわけで、ちょっともういつお便りいただいております。はい、黒菜さん、女性の方、このところ曇りや雨の日の梅雨空が続いています。そうですね、フォトカツのサービスが終了してから1年が経過しようとしているのですが、そのフォトカツをプレイしたあたりさんは思い出に残っているところはありますかと。そうなんですよ、フォトカツのサービスが終了してちょうど1年ぐらいなんですよ。サービス終了したのが7月の11日だから、それこそ来週ぐらいに、サービス終了で1年ちょうど1年なんですよね。まあなんだろう、思い出に残ってるところというと、まあガチャで爆死したとか、お出かけで爆死したとか、まあいろいろあるんですけども、でもあのサービス2年半ぐらいやってたのかな。いやでもずっとなんか楽しかったなっていうのはあるかな。一時期ちょっと離れてたんだけどもね。そうだね、しばらくなんか何ヶ月間ぐらいかこう離れてた時期があるんだけども、それ以外はもう本当にずっと楽しくずっとプレイしてましたね。だからこうアイカツファンがプレイしてすごい面白いゲームだった、ちゃんとなんかこうあこれだよっていうところがちゃんと出てた、ゲームだったから、いや本当に同じような形じゃなくても、またアイカツのゲーム出してほしいなーっては思いますよね。まあもしかしたらそのサービス終了したのもね、もしかしたらなんかこうユーザー側に何かしらの原因があったのかもしれないけども、でもなんだろう、フォトカツがそのアイカツからちょっと切り離れた部分でコンテンツを生み出し続けてたっていうのはすごいなと思うんですよ。その曲ですよね、言ってしまえば曲をさ、すごい数フォトカツで出してたじゃない。でそれがもう割とフォトカツの、あ、じゃあアイカツのシリーズの定番曲になってる曲だってあるから、もうすごいと思うんですよ本当に。ファン納得のゲーム、だからまたアイカツのゲーム出てくれねえかな、ちょうど1年だからね、なんか出してくれないかなって思ってるところでございます。はい、そんな感じです。最近のねこのソーシャルゲーム界に起こった出来事なんかをちょっとまあね、あの話させていただいたんですけども、なんだろう、僕が以前こうこのレイディオとかでも言ったと思うんだけども、まあ、MMORPG なんかそろそろさ流行るんじゃねえのって思ったんですけれども、やっぱ最近その流れはできてきてるかな、 MMORPG の流れできてるかなと思うんですけども、まあどれも流行らなさそうだよね。これさ、すごい思うんだけど、このスマートフォンとかさ、それこそタブレットとか出先でゲームするときってなるべく手間のかからないゲームをやりたいじゃない。それこそ 1,2 分ぐらいでワンクエスト終わるぐらいのゲームがいいじゃない。2分かかるとちょっと長いかもしれないよね。1分、1分で終わるぐらいのゲームが欲しいじゃん、欲しいじゃんというかやりたいじゃん。それこそ駅に電車乗りました、駅で止まりました、じゃあ次の駅に行きます、その一駅間ぐらいでワンクエスト終えられるぐらいのゲーム性の方がいいじゃん。ね。
ちょっと片手間にスマートパッて開いてパッてプレイしてパッて終わらせられる、うん、ゲームがいいじゃん。ただそれでもそれぐらいのインスタントなゲームでもちゃんとがっつり遊べるゲームじゃないと人気が出ない。すげえ矛盾してるような感じがするじゃん。だからもうね本当にわがままっすよアプリゲームのユーザーはやっぱりわがままになってきてる、うん、いやもうだってさもうなんじゃパイの取り合いじゃん各社ね。その中でこうちゃんとクオリティを保ちつつちゃんと短い時間でプレイできるゲームまあねないですよ。正直今のとこねえなって思ってる、うんね、うん、今僕あのプレイしているゲームが2個あるのかな、うん、仮面ライダーシティウォーズとあと崩壊サードっていうゲームをやってるんだけども、シティウォーズももうそろそろじゃないって思ってたりもする、うん、先日その仮面ライダーのゲームでバトルラッシュっていうゲームがサービス終了になったんですよね。僕何回か動画出したかな、うん、ガチャの動画出してたりするんですけども、まあそれがサービス終了して、まあシティウォーズも、まあ、そろそろかなみたいな、うん、ところもあったりなかったり、でこっちのシティウォーズの方は割とこう手軽にパパパッとできるゲームなんだけども、もう一個やってるこの崩壊サードっていう方が割とガチなアクションゲームで、うん、あのワンクエストは1分以内ぐらいには終えられるんだけども、ちゃんとやらないと死ぬから、なんかこう駅の電車の移動中とかはなかなかできないっていうゲームになっていて、そこのバランスがやっぱ難しいなと思うんですよね。ゲーム性高くして難易度上げちゃえば、手軽にできなくなっちゃう、うん、からなかなかですよ、うん、ただこの崩壊サードっていうゲーム、本気で面白いんですよ面白さで言えば多分一番面白いって思うぐらい面白いゲームなんで、まあ一回ちょっと気になった方やってみてはいかがでしょうか。はい、そんな僕のゲーム事情でした。世の中の近況をちょっと行きましょうか、うん、先日7月の1日かな、とあるサービスが始まりまして、セブンイレブンのセブンペイっていうね、まあスマホ決済サービス、うん、なんていうのスマホ決済サービスでいいの、なんか違うじゃん、あのペイペイとかさ、ラインペイとか、ああいう感じの決済方法、セブンペイっていうのが始まって、セブンイレブンでしか使えない決済方法なんだけども、そのセブンペイを登録したユーザーのクレジットカード情報が抜き取られるっていう、そして不正にそのクレジットカードが使用されるっていう事件が起きましたよね。うん、怖え、マジで怖え、うん、クレジットカード勝手に使われるなんて怖くてしょうがないでしょ。うん、まあ、原因としてはそのセブンペイのアプリのクレジットカード情報に対するセキュリティの甘さっていうところが出たんだけどもね、うん、いやーまあ怒るべくして怒ったかなっていうところもまあなくはないけども、こういうさなんとかペイみたいなのが出れば、出るたびに僕言ってるけど多いんだよ、多いの支払い方法が。え、それこそペイペイがさ始まってさ、すごい話題になってさ、で各社後追いでどん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 新しいの、 LINE ペイだの、 D 払い、 AU ペイ、AU 払い、 AU ペイで7月1日にセブンペイ始まったけども、同じようにファミリーマートでファミマペイ、ファミペイ、なんかそんなようなのも始まってるのよ。もうね、もういい。もういい。うん、まあ、わからないでもないけどね、大人の事情ってあるからさ。うん。それこそ、ペイペイが始まって、流行って、そういうスマホ決済サービスで、
気に大多数の人間が使うような、なんていうの、言ってしまえば派遣を取るような支払い方法になってしまったら、もうものすごいお金が入ってくるから、うん、やっぱ各社やっぱ始めるんですよ。あそこも始めてる、ここも始めてる、ああここ始めてる。それこそ今だったらセブンイレブンでしか使えない、そのセブンイレブン、セブン&アイグループだったら使えるのかな、イトーヨーカドーとかでも使えると思うんだけども、これがもしみんな使い出したら多分違うところでも使えるようになるでしょ、うん、それこそ家電量販店なんか多分いち早く使えるようになるだろうし、あとおいでその楽天とかももしかしたら使えるような、楽天ペイとかもあったんじゃない楽天ペイあるよね、あるよね。まあ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 、まあ、もうね飽きました、飽きました僕も、使ってないですもん。ただその大きな買い物しようって思った時に、ああどこかキャンペーンやってねえかなって探すんだけども、めんどくさくてもうやめちゃうよね、それこそペイペイが100億円キャンペーンやってますなんて言ってた時には、ああちょっと使ってみようかなって思ったんだけども、まあ、結局使わずに終わるみたいな、まあまあそういうこともあるよね、そういうこともある、うん、だからその1回派遣を取ってしまえばっていうところで、やっぱりそこにこうやっぱりこうこぞってみんな集まってくるこの感じね、うん、今映像の企画ってあるじゃん、ディスク、今ブルーレイが主流だったりするじゃん、で前は DVD が主流だったでしょ、で DVD の時はそんなになんか競合ディスクみたいなのはなかったんだけども、その DVD から新しい次世代のディスクメディアになる段階で2つあったの覚えてる？覚えてる？ブルーレイディスクの他に、HDDVD だったかな、 DVDHD、 どっちだったかな、どっちか、が2つがね一緒にこうポッと出て、どっち使えますみたいな感じで2つ出たんですよ。で結局時代的になんかこうブルーレイの方になって、そのままブルーレイがわーって普及して、もうみんなどこもやっぱりブルーレイ使ってるじゃない、でブルーレイを使うと、やっぱりそのブルーレイを開発したところ、どこだったかな、シャープだったか東芝だったか、どこだったか忘れたけども、まあそこにね、やっぱこう特許的なあれなのかな、なんかそういうのが、まあ、まあ入ってくるわけですよ、そうするとねやっぱね、何もせずにお金が入ってくるじゃないですか、ね、いい世の中ですよ、まあ良くないけどもね、ね、ただじゃあ別のところもなんか作ればいいじゃないと思うけど、そうはいかないね、そうはいかないんですよ、ただ最近はそのね 4K のテレビなんかが出てきてるから、 4K8K なんかも出てきてるから、次世代のディスクは 4K に対応したディスクがやっぱり出てくるね、となった時に今 HD ブルーレイみたいなのが出始めてきてるじゃない、結構ね、だからあ HD ブルーレイになるのか、もしかしたらまた違うメディアになるのか、最近はそのわざわざディスクを買うっていう文化も廃れてきてるから、まあ、どうなるか分かんないけどね、正直なんかね、USB メモリでいいやって思うじゃん思わない、思わないかな、ディスクよりもコンパクトだし容量多いじゃん、なんかちっちゃい USB メモリみたいなやつでいいよって思わない、なんか味がないって思ってしまえばそれまでだと思うんだけども、もうそれでいいなって、それこそあの任天堂スイッチのさカセットあるじゃん、ああいう感じでいいなって僕思ってるんですよ、どうすか、そうすると多分プレイヤーもさそんなにでかくなくていいでしょ、だからなんかそういうのでいいんだけどなーって僕思うんすよ、どうです、思いません、今だって
どこもさ、インターネットのさ配信サイトすごい普及してるじゃん。ネットフリックスとかフールとかアマゾンプライムとかさ、いろいろあるじゃん。それでこと足りてるもん。だからメディア出すんだったらいいよ。だそのかといってインターネットで物を買っ、インターネットでそのメディアの映像のデータを買ってダウンロードするっていうのはまたちょっとやっぱりこう、まだちょっと嫌悪感じゃないんだけども、ちげえなってなるよね。気持ちわかるんですよ。例えばアマゾンプライム僕加入してるから、いろんなものをその年会費だけで見ることができる。だけども映画でそのプライム会員に対応してない映画とかあるじゃん。それに500円出せるかっつうと出せないんですよ僕。500円出せないのに、じゃあ8000円分のデータを買えるって言った時に、うわ買えないっすってなるじゃん。難しいんだよ。あれ難しいんですよね。なかなかその価値観がなかなかね、だったらディスク欲しいってなるじゃん。今さ、ブルーレイ、スーパー戦隊のブルーレイなんか僕買ったりするんだけども、やっぱ特典がついてるからさ、特典映像もそうだし、そのなんか付録、付属の特典なんかもついてるから、やっぱ物理メディアが欲しいのもあるけども、ディスクじゃなくていいかなとも思う。もうちょっとなんか薄い方がいいんですよ。薄い方がいい。なんかブルーレイのケースも割とかさばるんですよ、数が増えてくると。まあブツブツ文句言って申し訳ないんだけども、はい、そんな、何の話してた？セブンペイの話してたぞ。なんでブルーレイの話になってんの？まあいいや。そんな感じでした。はい。じゃあちょっとこの辺で世の中の近況報告はまあ終わりにしまして、お便りいただいております。バリトンジェルさん、男性の方。一昨年の年忘れ生放送で彼女がいないと嘆いた僕ですが、先日気になる女の子が食事に行こうと誘ってくれました。そして2人で食事に行きました。おごれるようにお金を少し多く持ち、ジャッジアイズを真似て軽いプレゼントを用意して向かいました。いいじゃないですか。僕は口説くチャンスの食事会だと思っていたら、相手は僕に説教するために呼んだのです。内容としては、考え方を直せ、私は無理だ、付き合う気ないし、好きになる人の視野狭いし、君は古い付き合いの人ばかり好きになってるし、本当に人を好きになったことある？とボロボロに怒られました。プレゼントを渡せず、おごることもできませんでした。以上、報告でした。どんまいどんまいいや、これあれだね、つらこれ自分だったら相当つらいと思うんですよ。狙ってる女の子がいますね。でね、いろいろねアプローチをねかける。で、女の子にじゃあちょっと一回食事行こうって誘われる。やべえじゃんつって、やべえじゃん、これやべえじゃん、もう口説くじゃんこんなのつって言ったら、もう無理、考え方直して、もう本当に人好きになったことあるみたいな、もう本当にこのバリトンジェルさんには悪いんだけども、気の毒なんだけども、エピソードとして面白すぎる。申し訳ないけどもね、気を悪くしたら本当に申し訳ないけども、すげえな、すげえなって思った。
僕はね、うん、なんだろう、多分あれだよね、多分このバリトンジェルさんがね、その気になる女の子にまたアタックをしてたんだと思うんだよ、うん、ね、でそれを多分女の子はやっぱ察してたんだよね、まあ、このバリトンジェルさん私に気があるなみたいな。でもマジ無理マジ無理、うん、ちょっと傷をえぐるようで申し訳ないんだけども、多分相当な猛アタックだったんじゃないですか、うん、それかもう割と本当に分かりやすい、うん、なんかこう態度だったんじゃないかなと思うんだけども、なんだろう、ここまで言われるってなかなかねえな、うん、って思う反面、これちゃんと言ってくれた女の子は偉いなって思います。はい、私としては、うん、いや今の世の中さ怖いじゃん、だって何されるか分かんないじゃん、ね、まあ、バリトンジェルさんには悪い、バリトンジェルさんが何かすると言ってるわけじゃないんだけども、でもやっぱね、こう面と向かってね、こうね、明らかに拒否する態度を取った時に逆上してしまうっていうパターンあったりするじゃんね。だからこういうことちゃんと言ってくれる女の子ってなかなかいないとも思うんだけども、まあでもちゃんとね、食事の場でちゃんとそういう場を設けて、ちゃんとそういう自分の意思を伝えてくれたね、まあ偉いと思う、女の子偉いと思うしすごいと思う、うん、そういう女の子をやっぱバリトンジェルさん好きになったっていうのは、それはちゃんとすごいことだなって思うけども、多分やり方が良くなかったんだろうな、うん、やり方が良くなかったんだろうな、うん、まあ僕はバリトンジェルさんのことあまりよく知らないんだけども、うん、まあでもこれをね気にね、うん、ちょっとなんだろう、自分のことを、うん、ちょっと客観的に見る機会になればいいんじゃないかなって、うん、思うんですよ、うん、やっぱこういう機会でもないとさ、やっぱないじゃん、うん、僕も割とこう振られてきた側の人間だから、気持ちはね分かるんですよ。もう振られた時のもう絶望感というか、もう世界が終わった感ってあるじゃないですか。ああもう僕もうダメです、もう怪になりたいみたいな時期ってあるじゃないですか、うん、そういうの分かるんですよ、うん、ただそこで何がダメだったんだろう、何がダメだったんだろう、うん、でも相手が僕に心を開いてくれた時もあったから、でもやり方として良かった時もあったかもしれないって反省して、良かった点悪かった点っていうのを自分だけでこう反省会を開くんですよ、うん、反省会を開いて、良かった点は次にちゃんと生かそう、悪かった点は次回はもう絶対しないようにしようとかね、うん、でも振られた事実っていうのは辛いから、もう殺してくれ、いっそ殺してくれって、うん、なったりするじゃないですか、うん、いやー辛えな辛えな、いろいろ思い出したら辛えな、うん、恋愛なんてするもんじゃねえわ、うん、まあなんだ、次があるって言い方もダメだな、次に行かせ、まだ若いんだ、うん、だってこの前だって大学に入ってバイト始めましたみたいなこと言ってた人でしょ、確か、覚えてる、うん、願わくばバイト先の女性じゃないことを祈るばかりかな、うん。バイト行きづれぜ、バイト先の女の子でこんな面と向かって言われたとしたらつれえな、バイト行けねえな僕も、うん、ね、うん、あつれえな、うん、まあ頑張れよ、頑張れ、僕応援してっから、うん、
無責任に応援してるからね、責任取らねえから。うん、アダリス、あの時応援してくれるって言ったじゃないですか、責任取ってくださいよって言っても僕はもう絶対責任取らないから、うん、無責任だけども応援してる。うん、頑張れ、うん、超頑張れ。うん、はいはい、というわけでもう一つおて、いやーちょっと待てよ、あーつれえなつれえな、振られるってつれえな。うーん、いやーまあ僕もね、やっぱ片思いだった時期とか多いし、やっぱなんかこう恋愛ってうまくいかないですよ、どうやったって。うーん、あのみんなもさ、そのなんだろう、経験あると思うんだけども、自分が好きになった人って自分のこと好きになってくれないじゃないですかね、だけど自分が好きじゃない子で自分のこと好きになってくれるじゃないですか。うん、そういうパターンあるじゃないですか、このすれ違いね。このなかなか両思いになんて、なれねえ、何なんだろうね、何なんだろうね、僕が悪いのかな、僕が悪いのかもしれないな。うん、言って僕なんてもうクズみたいな人間だからさ。うん、そっか、原因は僕か、つれえお便りいただいてます。はい、あかりさん、男性の方、あたりさん、こんにちは。こんにちは、7月7日は七夕ですね。そうですね、あたりさんは短冊になんてお願いしました？彼女が欲しいですか、かっこ笑い。バカ野郎、バカ野郎か、バカにしてんのか、そうやって。ん、何が彼女が欲しいですか、かっこ笑いバカにしてんのか。うん、そんなことお願いするわけねえだろ。うん、ああなんだろうな、あーあーやだやだ、あー右向いても左向いても彼女だ彼氏だ、あーあーあー好きだな嫌いだな、なんやちゃいな、もうなんな、あーあーやだやだ、あーお金欲しい、あーあーお金ください。はい、じゃあゲーム実況の近況報告です。継続してプレイしているゲームとしては、ゼノブレイド、ポケットモンスター、レッツゴピカチュウ、狼絶景版、龍が如く5、夢叶え島の、この4本となっております。先週先々週とずっと同じようなゲームをやっているんですけども、面白いのでずっと続けていきます。はーい、はーい、お金が欲しい。はい、というわけでお知らせです。アタリチャンネルレイディオ過去会では皆様からのお布施をお待ちしております。この雑談のゲーム鑑賞、ゲーム実況の感想をリクごめん、一回やり直させて、一回やり直していい、テイクス行くよ。というわけでお知らせです。このアタリチャンネルレイディオ過去このアタリチャンネルレイディオ過去会では皆様からのお便りを募集しております。この雑談の感想やゲーム実況の感想、そしてリクエストなどなど、この動画の概要欄の投稿フォームからどんどん送ってください。採用された方には素敵なプレゼントをご用意しておりません。はい、ありがとうございます。というわけで、あたりチャンネルレイディオ過去狩り、今週もありがとうございました。皆様も、夏バテや熱中症などこれから気をつけてください。部屋干しをする方は、換気や、あれをして部屋が臭くならないように気をつけてください。以上、部屋干しでカビ臭いお部屋からお届けいたしました、平成ジャンプあたりでした。それではまた来週、バイバイ。